疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍だが、胸をなで下ろすいとまもなく次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を急襲。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも玉物前の暗躍によるものなのか、疑念を抱きつつ。こりゃひどい状況になってやがる。早く手をか。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角度の立ち寄り。あやね、はやぶささん、こんな形で。ああ、嬉しいよ武蔵、やっと君と全力。ああ、浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助け。敵に囲まれてようが引けねえな。そして味方を助けるぞ。この増援かよ。簡単に合流させねえ。ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるね。皆さんの美しさに負けてはいられません。この超春雷も華麗に咲き誇りますよ。で、噛み合ってねえな。足並みに不安は残るが、行ってみっか。引っ張るぞ。切り足りない。あんたもか。そこなったぜ。いいやつだと思ってたのによ。当たれよ武蔵ども。本当に身に覚えがござらん。ほう、申し分ない働きだ。少しは話を聞いてほしいんだ。違うところを会話できなくなるかもしれないな。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかねえ。これはまあ、まるで聞く耳はどされ、防御線は破綻。この状況を打破するのは難しかろうね。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃないって。あなたと一緒なら勝てる気がします。強い覚悟で戦っているのが分かりますか。連続したりもございませぬ。執着至極に存ずる。来たか、ケイラの女性に感謝する。そのまま
春愛が華麗に打ち取りました。てめえらこいつらの仲間か。俺がまとめて相手してやるぜ。増援とはありがない。これでなんとかなりそうだ。やられるわけにはいかねえんだよ。いやーありがたい。皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだ。武蔵ならば騙すのも容易だからな。うん、羊が群れたところで狼には勝てん。この地で無様な屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があります。こちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力やつの進路には弓兵を伏せてやる。その正射に合わせて背後をついてください。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。らしいね。これだからあんたは面白い。放棄だ。敵に矢の雨を降らせよ。小賢しい真似をする。弱兵どもが何本矢を放とうと無駄だ。それだけいつまでこのぬるい戦を続ける気だ。遠くから矢を追いかけても俺には当たらんぞ。そっちはにぎやかしよう。俺様の矢は当たると言っていいぞ。貴様覚えていろ。おお娘よ。それで何よりだ。お父さんいいところに助かったよ。あちらの勢力が盛り返しているようだな。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。私も音もします。なら私は正面から奴らを攻める。待って、あの忍びらが戦場から姿を消して。惜しいよ。念のため兵を隠しておくぞ。やられるなんて。潜入完了。門番は撃破した。これで門も開くはず。さすがの腕前だが、その動きは予測通りで。これ式の障害押し通るのみ。アヤネ、あなたは私が止める。さすがの腕前ですね。いや見てて惚れ惚れしますよ。お前の信念しかと感じたぞ。もはや刃を交える意味はない。ここは引こう。まだだ。この戦いはまだ終わっちゃいねえ。姫様申し訳ありません。天にリスタバに参戦しようぞ。お呼びで。昇格、怪我は大丈夫なのかよ。まだ少々痛みが大事ない。天意に従い敵を撃つのみ。分かったけど、
あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。ここで超過の登場。騒乱の煽りに来たとしか思えない。ここまでかよ。私こそ絶になる真の三国武装です。おお、申し分ない働きだ。正体見たりってことだ。なるほど、こっちが偽物だったのだ。これで乱の火種は消すことができたか。酔いしれましょう、この美しき勝利に。聴覚が偽物だったってのか。魏軍に襲われたって話も嘘だったんだな。クソ、黙ってみな。すまねえ、俺たちはとんでもねえことを。まあ、偽物の存在を知らなきゃ騙されるのも無理よね。相手はずる賢いお狐様だしな。誤解が解けてよかったぜ。僕は感謝してるぐらいだけどね。武蔵と戦ういい機会をもらえ。こう言ってるやつもいることだしよ。そう気にやむもんじゃねえぞ。いや、これじゃあ俺よっしゃ。面白いもの